皆さんこんにちは。毎度おなじみのよしきです。そしてこの方も毎度おなじみ。こんにちは、霊夢です。本日は2018年平成30年8月5日日曜日です。また6年前の旅なの？また6年前の旅だし、今日は名古屋に行くんだ。この動画でも6年前だし同じ名古屋だったじゃない。まあ今日はリニア鉄道館にも行くからさ。ならさっさとホームに行くわよ。ちょろい。313系3000番台、普通列車豊橋行き、ワンマン列車、1400M 列車が1台機に到着。もう電車来ちゃったじゃん。大丈夫さ、この列車は1台機で8分停車するからさ。はぁ、序盤から心臓に悪いわ。211系3000番台、快速美鈴号長野行き、2209M 列車到着。飯田線で唯一長野へ行く列車ね。飯田線の長距離列車が並んだね。さあ列車は1台機を出発して、稲田を縫うように走行中。この近くにリニア新幹線の駅ができるのよね。そうなんだけど開発がどうも遅れてるらしくってよ。飯田線の最北端のトンネル、第138号上里トンネルを通過。天竜峡駅過ぎるとトンネルが数えきれないほど多くなるわよね。あそこは山田市峡駅区間だし。列車は稲谷駅に到着し、313系1700番台、普通列車松本行き、213M 列車とすれ違い。もしかして、B 編成時代の頃？そうなるね。現在の1700番台は、J170 編成の大垣車両区所属車両なんだけど、2022年度までは B150 編成の、人両車両区所属車両だったんだ。確か人両車両区に315系が導入されることによって、大垣車両区に移った車両よね。ああ、今も大垣所属で飯田線で頑張ってるさ。飯田線は第137号長野原トンネルを通過。ここは出島駅と時又駅の間にあるトンネルで、天竜峡駅以北では一番長いトンネルなんだ。ちなみに天竜峡駅なんとなると、どのトンネルが一番長いの？大原トンネルで5063メートルだ。ほぼ5キロメートル。列車は天竜峡駅に到着。この駅で種別を快速と変更して、列車番号を 2524M と変更します。そしてここから飯田線の真骨頂が待ち受けているわけね。
てしまった。飯田線の新古町に。賑やかな街並みはどこへ？列車は飯田線人気秘境駅の千代駅を出発。天竜峡駅を出発すると、このように飯田線の風景がガラリと変わります。こちらも秘境駅の金の駅。金ってつくくらいだから金キラキンな駅だと思ったのに。なんと田本駅にも停車。ここも飯田線人気秘境駅。快速とは？列車は貫田駅に到着。213系5000番台、普通列車稲松島行き、1503M 列車とすれ違い。稲子沢駅に到着。ここですれ違い列車と待ち合わせ。213系5000番台、普通列車飯田行き、1507M 列車到着。この時間って213系の運転が多いわね。列車は中井侍駅を通過。ここで長野県から静岡県へ入ります。列車は飯田線のキングオブ秘境駅、小和田駅を通過。よしきがこの間降りた駅ね。周りには何もなかったのは驚いたな。列車は中部天竜駅に到着。この駅で種別をワンマン快速と変更し、列車番号を 2524G と変更します。かつては佐久間レールパークが隣接していた駅で、トロッコファミリー号も運転されていたのに。レールパークにあった車両の一部はリニア鉄道館に移されたからね。列車は愛知県へ入り東栄駅に到着。213系5000番台、普通列車中部天竜行き、505M 列車とすれ違い。天竜峡駅以北では中部天竜行きの列車がないから何気にレアね。列車は柿平駅を通過。温泉地で有名な湯屋温泉駅に到着。特急稲地号も停車する駅です。一面一線の駅に稲地号が止まるって結構珍しいわね。列車は本流しの駅に到着。ここを過ぎれば都会が開けていきます。
列車は豊川駅を出発。名鉄豊川線の豊川稲荷駅が隣接しています。列車は小坂井駅に到着。この駅を過ぎると終点豊橋駅です。本当に長かったわ。めたいこと言うと今動画では11分ぐらいなんだけど、実際には4時間以上かかってるからね。その飯田線の旅ももうそろそろで終わりそうだね。飯田線は平井信号場通過し、名鉄名古屋本線との共有区間に入線。勝手な意見だけど、飯田線がかつて私鉄線でなければ、名鉄と線路を共有することはできなかったかもね。豊川、蓬莱寺、三線、伊那電気鉄道に分かれていた頃ね。当時の豊川鉄道が名鉄に交渉したところ、なんとか交渉成立したんだ。お、東海道本線も見えてきた。お、来た、なんか来た、なんか来た。列車は豊川放水橋梁を通過、名鉄名古屋本線の名鉄岐阜行きとすれ違い。列車は船町駅を通過、あそこは新幹線だね。船町駅通過手前で来たね。豊橋駅を出発したばかりだからまだ速度が出ていないわね。であれば光か小玉のどっちかになるね。列車は最後の駅船町駅を通過。列車は4時間をかけて、終点の豊橋駅に到着。ここからリニア鉄道館に向かうので、東海道本線に乗り換えます。あれ？名古屋に行くなら新幹線の方が早くない？今日も青空フリーパス使ってるから新幹線は乗れないんだ。あ、311系の10連が来た。何気にレアに感じる。この時はまだ普通の頃だったんじゃない？
まだ315系の噂も出ていないし、311系の引退も騒がれていないし。まあ今の時代からしてみて10年は貴重だということには変わりないね。313系特別快速大垣行きで名古屋駅を目指します。携帯電話の使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。混雑時優先席付近では電源をお切りください。車内で迷惑行為を受けたり見かけられた時や不審な荷物を発見された場合は、車掌または駅係まで知らせてください。緊急を要する場合には車内の SOS 用紙のある非常ボタンを押して乗務員までお知らせてください。各車両前寄りに優先席がございます。お年寄りやお体のご不自由な方、妊娠されている方や小さなお子様、お連れのお客様に席を譲りいただきますようお願いいたします。飯田線と線形が全く違うから速度も速いんだ。列車は三河大塚駅を通過。三河大塚駅を通過するとラグーナテンボスの観覧車が見えてきます。列車は刈谷駅に到着。あ、今は静岡に優先取られるライナー色の313系じゃない。しかも連結してたし、これまた貴重編成だな。新幹線の降り静岡東京方面14番15番線から下り京都新横浜方面16番17番線からです。乗り換えのご案内をいたします。特急しらさぎ7号金沢行き11時48分4番線から中央線特急しらの11号長野行き12時ちょうど10番線からご利用の列車は特別快速大垣行きです。名古屋を出ますと尾張一宮岐阜西岐阜穂積終点大垣の順に停まります。この先中央線211系連結313系の編成目標に行きましたと向かいは5番線から車です。車内にお忘れ物をなさいませんようお気をつけください。ご乗車ありがとうございました。まもなく名古屋です。あれかな、あの店、あ、ちょうど円の低い。列車は名古屋駅に到着。
ここから名古屋高速臨海鉄道こと青波線に乗車して金城埠頭駅を目指します。あ、桃太郎の貨物列車だ。あれどこまで行くんだろう。青波線ホームの隣は新幹線ホーム。新幹線が次々に出発。あやべ、電池が切れそう。もう電池切れなの？まだここからじゃない。こんなこともあろうかと、予備の電池を持ってきたのさ。はあ、びっくりした。心臓に悪いじゃないの。まあとりあえず列車は名古屋駅を出発。青波線は貨物路線を旅客化したので、貨物列車の設備が設けられています。これ電車より貨物が多い感じね。青波線は南荒子駅まで長い貨物線が通じています。リニア鉄道館が見えてきた。あ、屋外展示の K90 型と117系が見える。117系が展示されていた箇所は今 N700 系が展示されているわね。 N700 系が保存されたのが2019年だから、つまり1年前だったってことか。列車は金城埠頭駅に到着。列車は名古屋駅へと戻っていきます。ここからしばらく展示車両や模型を拝見していこうと思います。今はもうナキクロ381系だ。 N700 系が保存されることによって屋外展示の117系が屋内展示になることから、ここにいる381系がどくことになったのよね。その後浜松工場で解体されたらしい。できれば残してほしかったな。これはかつて飯田線で走行していた165系急行稲地号だね。これ大糸線のキハ52型だと思ったらキハ48000型だった。確かにキハ52型に似ているわね。この111系もなかなかレアだな。165系と同じ大目玉車両だ。これは中央西線が電化前に走行していたキハ181系ディーゼル特急シナノ号だね。あ、確か蒸気機関車がキハ181系を牽引している写真を本で見たことがあったわ。ああ、これはかつて飯田線で走ってた下駄電だ。これは渋いブドウ色ね。中央西線は1973年に電化。そこで登場したのが381系なんだ。ちなみに先ほどの黒381系は JR になった後になって営業運転が開始されたんだ。これは戦前に東海道本線で急行電車として活躍したモハ52型油田だ。これと似た車両が飯田線にも走ってたわね。おお、日本最速の蒸気機関車 C62 型ツバメ号だ。これ、D52 型のボイラーと C59 型の動輪を組み合わせて製造された釜よね。で、ゴミの力があるボイラーと C59の速い動輪が活かされたんだ。現在は屋内展示されている117系です。117系展示時には車内でお弁当を食べることができました。この角度から見るリニア間の新幹線はいいなぁ。歴代新幹線たちの貫禄が感じられる。確かに綺麗な並びね。でも700系はこの時現役だったわね。そうか、この時まだ700系現役時代か。展示車両を見たら次はジオラマを見に行こう。あ、373系だ。特急稲地かな。東海か富士川かもよ。175型だ。東海の非電化区間に行けば必ず見る車両ね。
新幹線のすれ違いだ。向こうは313系ね。パッと見飯田線仕様じゃなさそう。あ、さっきのキハ75型が出てきた。あ、トンネルに潜ってく。新幹線の東亜700系だったね。あ、乗車電が見えてきた。じゃあそろそろ戻りましょうか。あ、さっきの乗車電じゃなかった。乗車電これだったわ。なんなのよ、もう。あるえ、DD13 型が2台もいるぞ。生で液体式のディーゼル機関車見たの初めてかも。列車は小本駅を出発。あ、サメだ。EF66 型の貨物色ね。緊張した大雪の列車とすれ違い。青波線の電車って、電車同士がすれ違う時に、バコンって音がしないから安心するわ。JR 線だとすれ違う際にバコンって音するから割とビビる。お、線路が増えてきたね。もうすぐで名古屋工場とすれ違うことがわかるよ。あそこに東海交通事業上国線、キハ11系が止まってる。東海ではあるけれど JR ではないって感じかしら？まあそんな感じだね。でも10月1日から JR 東海交通事業上国線に改名するようだよ。名古屋の街並みが見えてきた。そろそろ終点の名古屋駅だ。この後どうする予定？この後は東海道本線で豊橋駅まで戻って、新幹線のホームで通過列車を撮影するよ。駆け足で東海道本線に乗車。駆け込み乗車はせず、余裕を持って乗車したのでご安心を。駆け込み乗車するとどうなるの？ドアの入り口に立ってる人にぶつかって怪我を負わせてしまったり、ドアが閉まる際になると車掌さんがドア操作しないとだから、列車に遅れをきたしてしまうんだ。車内は消えて、左は一番後ろの車両にございます。
おお、また313系連結211系の列車とすれ違ったぞ。大高駅で新幹線が追い抜いていきました。在来線のホームから間近で新幹線が見れるのね。ちょうど反対列車が通過するよ。はや、列車は南大高駅で311系10連普通列車岐阜行きとすれ違い。2024年の目線からすると貴重映像ばっかじゃない。この6年でいろいろと変わりすぎよ。鉄オタあるある。あの頃はよかった。ああ、もう列車は藍島駅に到着し、313系 Y114 編成とすれ違い。313系のことなんだけど、0番台と1000番台が編成番号を見ない限り、見分けられないのよね。それはこっちもわからない。列車は刈谷駅に到着し、311系10連とすれ違い。この駅で普通列車から新快速へ乗り換えるよ。ねえ、今日311系の10連何回見てるのよ。これで3回。乗ってきた普通列車、J7 編成ってことだから0番台に乗ってきたってことか。次の新快速、何番台かしら ?313 系5000番台、新快速豊橋行きが到着。やった、5000番台だ。さあ列車は刈谷駅を出発。ここからすれ違い列車の頻度が多くなるよ。愛知環状鉄道線の電車だ。ってことは岡崎駅が近いということね。わあ、びっくりした。高田駅では新幹線とすれ違い。また311系の岐阜行きだ。蒲郡駅付近で新快速とすれ違い。またもや新快速とすれ違い。ラストに311系の岐阜行きとすれ違い。よし、豊川放水橋梁を通過。ここでラストスタートだ。立ちっぱなしで撮影してるから疲れた。普通列車滝川行きご利用のお客様、階段などをご利用いただき8番線をお越しください。この列車豊橋に着きますと折り返し特別快速大垣行きとなります。引き続きご乗車できませんのでご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点豊橋に到着いたします。5番線に到着、出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。車内の手荷物などお忘れ物のないようご注意ください。今日も JAL 東海をご利用いただきましてありがとうございました。列車は終点豊橋駅に到着。よし、新幹線の撮影に行くぞい。ここで新幹線を何本か撮影します。N700 系小玉号東京行き出発。 N700 系って光とのぞみのイメージが強いから小玉って雰囲気がなかったわね。 N700 系に小玉の運転があるのは数年前くらいに知ったな。豊橋駅には小玉号と一部の光号が停車する駅です。
名古屋方面の小玉号も到着。やっぱ新幹線は早いな。あれ、なんか静岡方面の線路、下ってきてない？ああ、豊橋駅の真上には自動車と歩行者が通る橋があるんだ。その橋をまたぐようにして新幹線が開通したから、新幹線は一旦高架橋から地上へ降りて、豊橋駅を通った後にまた高架橋へと上がっていくんだ。あ、新幹線のダブル通過だ。衝撃ブーダこの新幹線は低速で通過してるわね。前方を走行している新幹線が詰まってるんだろうね。さあ、この新幹線の通過でラストにしよう。最後はいい通過だったわね。あの速度は新幹線に似合うね。帰りは373系特急エナジ3号 E 台機、23M 列車で帰りました。しかし、予備の電池が切れてしまったので。この画像で最後となってしまいました。予備の電池も切れたの。はい、なので今回はここで動画を終了します。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。